3つ目こちらです。じゃんじゃん、2017年美容国際学会を誘致します。はい、ということなんですが、すぐ来ますよ2017年。なんですこの美容国際、美容国際学会、こちらからご紹介した方がいいかな、どうしたらいいかな、ここからご紹介しましょうか。はい、うん、はい、と美容国際学会を、誘致しようと、考え始めたきっかけは、はい、オーガニックっていうと私たちは基本的に食べるもの、うん、食品ってこうイメージがあって、なかなかそのライフスタイルっていうところには結びつかないのかなって思っていて、うん、はい、美容っていうと環境に配慮したとか、うん、生き方そのものがっていうような、もう少し幅の広い利他的な発想がするのかなっていうところで、うん、基本的には考えてること意味は有機的なオーガニックと変わらないんですけども、うん、美容を意識したライフスタイル、持続可能な社会を北海道から発信できるかどうかっていうのを議論する国際学会を、北海道に、はい、ここの札幌に、札幌に、はい、2017年に、はいはい、誘致することで、はい、あらゆる、さまざまなジャンルの方たちが参加して意識をそちらの方に持っていけるような活動になっていくのかなっていうのを期待しています、うん、はい、なんか野菜おいしいとかネットワーク作ってね、じゃあみんなでマルシェやろうかとかいろいろワイワイも始めてるんですけれども、その先に見てるものはもっとなんかグローバルですね、やっぱりね。グローバルでもあるんですけど、同時に、うん、ローカルなことを突き詰めていこうと、はい、両方ともの、活動を同時に、こなしていかないと、うん、厳しいのかなっていう考え方を持っていて、はい、でその理由は日本は今オーガニックの市場が全、例えば野菜でいうと、うん、全野菜の市場の 0.1% がオーガニックの野菜って言われてます、はい、じゃあその 0.1% を、少ない消費者、オーガニックの野菜ファンの中で分けて食べているんですけども、はい、オーガニックの農家さんをもっと育てていくきっかけを、作っていかないと、うん、実は、この成長率というか圃場の面積っていうのが伸びないんですね、はい、でじゃあどうやったら伸ばせていけるかっていうのを、うん、民間学あと、市民のネットワークの中で考えて、はい、広げていけるようなことをしようと、うん、でそれをするためにはまず一体、うん、オーガニック美容って何なの、うんうんうん、オーガニックの野菜を作れる圃場の、はい、農場の周りの自然環境ってどうなの、保護しなきゃ、はい、じゃあその上流の水域、うん、水が汚れていると、はい、オーガニックの農場は運営できないので、ええ、じゃあその水をきれいにしてくれる森林の話さることながら、うん、そこに生息する生物ですね、はい、生物多様性的な観点からっていうところも考えていかなきゃいけなくって、はい、そうすると、じゃあ農薬が使ってない野菜を、普通の野菜よりもちょっと高く買おうとかって考える前に、うん、この自分たちが買ってるオーガニックの野菜はこの金額はどこにどういう形で反映されてるのかっていうところまで考えて、はい、いくこと、で考えながら、消費活動ができるようになっていくことが、うん、学会を開催する目的でもありますし、うん、同時に、消費者側の立場だけではなくて、はい、提供者側の立場からしてみるとどうやったら、持続可能な、はい、環境づくりっていうのを、うん続けていけるのかっていうのを、はい考えて実践に落とし込んでいくような、うん、その作業に、こういう学会みたいな会がお手伝いできるようなきっかけになればなって、なるほど。美味しい野菜の美味しさは最近のこのマルシェブームもあって、うん
して、はい、ずいぶん皆さん顔の見える関係のところから買うことに慣れてきたり、うん、あと美味しいものを食べる、あ、なんか野菜は違うねっていう、こう舌も肥えてきたり、うん、そういうところは出てきたけれども、うん、じゃあその先に持続可能なっていうことを考えるにあたっては、うん、もっとその先の知識が必要になってくる、共有しなきゃいけないってことですね。そうですね、うんうんうん、そのためにまあ学会をやってみんなで共有しますよということらしいんですけど、2017もうすぐですね。はい、ね、あっという間に来ちゃいますね来ちゃいますねということで、今のいろんな活動の中の一部、教えていただきましたけれども、これやっぱりいろんなジャンルの人とつながって一緒に考えていかなきゃいけないですね、はい、そうですね、うん、できたら食とか農業の分野を超えて、はい、環境とか、うん、それこそ今ファッションとか、ファッションとかメディアとか、はい、いろんな分野の方たちとつながって、うん、情報交換しながら何ができるかっていう、はい、その横つながりのフラットなネットワーキングも、うん、この学会の目的ではあります、うん、はい、なるほど。とにかく一旦答えを出す前に、はい、どうやったらそれが可能になるのかっていう話をする場を設けたい、うん、で日本は、はい、二者択一じゃないですけど、はい、議論を話し合う対話をする、コンプライアンスを持つっていうのが、はい、すごく苦手な人たちが多いって言われてると思うんですけど、はい、北海道なんか特に多いですよ。あ、全国的に見ても北海道はそれ苦手な人多いですよ。そうなんですか、はい、まずその答えを出していく前に、はい、話し合いをしながら、落としどころを見つけていく作業が、うん、その落としどころっていうのが、話す相手、それか話す内容、項目によって全部違うんですけど、はい、それを一旦机に出して、でそれを見ながら、じゃあ今度どうするかっていう話をするような、はい、そういう、プロセスみたいなものも楽しんじゃおうっていう、なのでできるだけたくさんのいろんなジャンルの方に関わっていただきたいなって思ってます、はいはいはい、ということで今、まあ、関わっている、主要なメンバーもいるんですけれども、きっとここの2017に行く前にまだまだ増えそうですね、関連の仲間がね、はいはい、というふうに思います。札幌でということですから、ぜひ皆さんも今後の展開をご注目いただければというふうに思います。今日のゲストは北海道バレエ LLCCEO、 それからこのオクトの編集長の大石理香デリシャスさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。